速稼塾の久保です。いつもね、お世話になります。今回ね、すごいいいメールをいただきましたね。お久しぶりでございます。ということで、今回、速稼塾の重要科目である FX と YouTube について、活動報告をさせていただきますということですけども、そう、重要項目、FX と YouTube なんですよ。で、今回何がいいかっていうと、なんでね、FX と YouTube を私が推すかってことをきっちり捉えられてますよね。文章、続きます。自粛要請期間が外で働かなくても良いという理由をもたらしてくれました。外的な要因ですが FX と YouTube を頑張るという気持ちにさせてもらえたのです。 FX に関しては自分なりのトレードルールを構築して4月末からリアルトレードでの検証を行っています。どうせトレードするなら全て YouTube のコンテンツにしてしまおう。仮に FX で負けても YouTube のコンテンツを増やせる。この考え方がどちらも頑張れた理由だと思います。まさにここなんです。私が言いたいのは、私もですね、YouTube と FX むちゃくちゃ相性がいいと思うんですよ。プラスですね、今回いただいたメールもこれですら動画でお尋ねいただければ私も動画で返信するというね、私は動画で返信しますけども、こういうふうなやり取りですらね、コンテンツにできるわけですよ。そして同じような疑問質問に答えてほしい方、同じような疑問質問に答えたい方、こういうのもいるんですよね。だから誰かの参考にはなるんで、もうね、片っ端から動画がいいんじゃないかなと思っちゃったりしますよね。で、自粛要請期間に入ってから2ヶ月、毎日トレードと YouTube 動画の更新が継続できました。ね、素晴らしいですね。このモチベーション続けていきましょう。6月から外での仕事も徐々に再開します。FX と YouTube ももっともっと伸ばしたいと思ってます。むちゃくちゃ伸ばしていきましょう。もうね、FX については、人の FX の予測を見て、仮説を見て、自分はこう思ったみたいなのも作っていきますしね。FX の Q&A を受けることによって、どんどんコンテンツ増えていきます。で、そこで6月以降 FX と YouTube を継続するために自粛要請期間の一旦の区切りとなる今日の動画を速稼塾の皆様に見ていただきたいと思いご連絡申し上げました。はい、紹介させていただきます。速稼塾の YouTube 系 FX 系の枠が空いてるのはとても不思議です。そうですよね、 YouTube されてる方は FX をどん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 やった方がいいと思います。 YouTube でね、私も紹介しますんで、で、FX と YouTube はとても相性の良い活動だと感じています。その通りでございます。これからも頑張ってください。それではね、お送りいただいた動画をこれから拝見しますので、動画を拝見したらまたね、それに対しての返信動画を送らさせていただきます。これからも頑張ってください。失礼します。